ドラムヘラーはカナダのアルバータ州中東部にある町、バッドランドのレッドニア川流域でカルガリーから北東に 110km のところに位置する。炭鉱採掘の最盛期であった1930年代、ドラムヘラーの人口は3万人を超え、1934年に死となった。ドラムヘラーはカナダ西部最大の石炭生産量とアルバータ州で第二の 天然ガス埋蔵量を誇り、豊富なエネルギー資源の供給に寄与していた。バッドランド地区との合併で州と国から交付金を受け取るため、ドラムヘラーは市の認可を取り下げて1997年には再び町となった。この合併によって、ドラムヘラーの面積はアルバータ州で最大の 111K 平方メートルとなった。映画やコマーシャルのロケ地としても有名で、 過去には許されざるもの、上海のうーん、ノックアラウンドが合図、ラットレースなどの撮影に使われた。レッドディア川を渡るハイウェイ9の交通橋の南に、ある観光案内所の近くには、世界最大の恐竜と呼ばれるティラノサウルスの模型がある。この模型は、グラスファイバー製で、高さは26.2メートルあり、模型の中に入って、バッドランド一帯を一望することもできる。 この他にもスターマイン橋と呼ばれる吊り橋やアトラス対抗歴史地区に多くの観光客が訪れる。1980年代までビア鉄道、2018年まで都市間バスの便があったが、現在は当地を通る公共交通機関はなく行く手段は不定期に運行されるカルガリーからの観光バスツアーのみになっている。アルバートサウルスの骨格展示ロイヤルティレル。 古生物学博物館は、恐竜化石の収集、展示に関しては、カナダ最大級の博物館である。年間の入館者数は、約35万人で、アルバータ州で、最も人気のある、観光地の一つとなっている。博物館は、ドラムヘラーの街の北西部に広がる、ミッドランド州立公園内に位置する。カナディアンバットランドパッションプレイは、ドラムヘラーのスキーヒルに隣接している。 野外園系劇場である。毎年7月に2週間、アルバータ州出身の俳優たちで構成される、キャストによって、キリスト受難劇が上演される。ありがとうございます。